角立格野立高等学校は、秋田県仙北市に位置する県立高等学校。略称は、角高、または、北高。北高は、以前の名称が、秋田県立角野立北高等学校だったことに、由来する。2014年、秋田県立角野立高等学校と、秋田県立角野立南高等学校の統合校として、旧格野立南高校跡地に、 暫定開校。その後、全日制家程の新校舎を、旧角野岳高校跡地に、定時制家程校舎を暫定校舎である、現校舎を改修して設置される。校歌、交渉は、両校から引き継いだため二つずつある。なお、両校は1951年4月に一旦、統合し1952年7月には再び、分離した歴史がある。同校は、 旧制中学を前身とする角野立高校と旧制高等女学校を前身とする角野立南高校が統合して誕生した。同校が位置する角野立は教学の地として知られ、半世紀から今日に至るまで多くの文化人を輩出している。両校はこの地の文化の香りに包まれ90年近い歴史を刻んできたが、2014年春統合し、新たな歴史を刻み始めた。 同校は、文教の近くの建に、女子教育の必要性と充実を願った、地元関係者の熱い気持ちが実り、1928年3月19日、秋田県立角の建高等女学校として誕生する。以来80年を超える歴史を重ね、小牧差精神を行ぜ都市生徒を輩出してきた。また、部活動も盛んで特に、バレーボール部は、 全国高等学校バレーボール選抜優勝大会の第2回大会で準優勝するなど、計8回の春高バレー出場を果たしている。第2回大会決勝で対戦した、岩手県立高田高等学校とは、現在も交流が続いている。交渉はかすぎ、平福百水が白図案級角野立高校級、角野立南高校。ありがとうございます。